バカ野郎、帝国陸軍であるまいし、特攻隊みたいなことを言うな。うるさい。あいつのおかげでおいどんの仲間が7人もやられてるんじゃ、貴様にその気持ちがわかるか。気持ちはわかる。しかし手榴弾で倒せるような相手じゃない。諦めろ。いいから下ろせ。やるなら貴様一人で勝手に飛び降りろ。おお、飛び降りちゃるまい。よし、いい加減にしろ。今に見ちょれ。あいつの息のないおいどが必ず仕留めてくれるわい。とにかく基地に戻りましょう。ミチルのことは改めて。はじゃあ僕をタケル兄さんのいるところへ連れてってくれるといいのかい？よし、頼むよ恐竜君。病院もある、お医者さんだっている。こんなところに行っちゃそれこそ病気が悪くなるばかりだ。見ろ、あの水を飲んでここに寝ていればどんな病気でも治る。そりゃ風邪ぐらいならそれでもいいかもしれないけど、肺炎でもなったらどうするんだ兄さん。お父さんやお母さんは元気か？心配してるよ、兄さんのこと。パパは今浜松に来ているんだ。それからね、この時間に怪獣がいるんだよ。え？またか。僕も昨夜そいつに襲われたんだ。なんだか知らないけど、ものすごいやつだったよ。そうか、昨日のあれが。え？ミツル、帰れ。次回の外までネッシーが送っていく。やだ、兄さんこの前借りるもんか。帰れ。やだ、こいつ何すんだよ。帰れと言ったら帰れ。やだ、何すんだよ。痛い。どうした？ゆうべ崖から落ちた時、足を見せてみろ。いいんだよ、兄さんこそ寝てなきゃダメじゃないか。おい、あとはこのままじっとしていれば治る。へえ、兄さんっていろんなこと知ってるんだな。兄さん、二班に分かれる。橋場隊長6名はこの辺一帯を。
俺たちはこの辺りを捜索する。合流線はここだ。いいな、了解です。それ、よし行こう。待っててくれよ。危ないからここにいろというのだ。いやだ、僕も行く。ダメだったらダメだ。兄さんだけやるわけにいかないよ。情のないやつだ。変わっていろ。おーらー。
です。恐竜の炎、支流の凍結石に封じられて苦戦中。池永博士、状況は聞きました。イブ君、あれを。は、凍結液を封じる防衛機を試作してみたんですが、目標上空に到達。シャトゼロスを狙え。一気ずつ突っ込め。狙いは正確に。訓練通りやればいいんだ。よし、突っ込め。なったら家へ帰ってきてくれるかな。さあ、それにしても40度の熱がありながらあれだけ暴れ回るとはまさに不死身ですな。今後はレンジャー特別隊の指揮をタケル君に取ってもらうとするか。恐竜に乗った指揮者じゃどんな怪獣でも一コロですたい。